皆さんこんにちは、太郎です。本日は3月23日土曜日です。はい、ということでね、田植え3日目となりました。でね、この田んぼは私の家でね、最も広い田んぼ、すみません、ちょっとすみません、はい、最も長い田んぼです。そういったところでね、田植えを今日行うわけですけれども、はい、ついにね、こいつが、おっと、猛威を振るうと、はい、Eストップして、なぜかEストップしないとGPS を始めれないせんが、それでは植えていきましょう。そうですね、これね、 GS がついてるんですよ。 Go ストレートですね。もうね、フル活用。去年まではね、あんまり信用してなかったんですけれども、というのもね、この私の NW、 今までね、外側ダブルがついておりました。よいしょ、外側ダブルね、これが今今年から内側ダブルになっておりますので、もうね、少々こう蛇行してもね、踏まないんですよね。後輪が前輪と同じところにありますので、後ろ側もこれすごいいいなと思ってね、本当おすすめいただいてありがとうございます。マジでなんだろう、楽、うん、超楽です。本当楽です、はい。外側ダブルの方ね、ぜひね、まあ内側ダブルね、検討していただけるとね、精神的にね、楽になるかなと思いますね。まあ、ダブル使わないのが一番いいんですけどね、ハマる田んぼ、私の家の場合ハマる田んぼがありますので、はい、ダブルは必須ですが、まあ、外側ダブルと違って、でもなんだろう、シングルにしたいときにパッとシングルにすることはできない印象ですね。外側ダブルのってピン抜けばね、外れましたけれども、内側ダブルだとそうはいきませんね。よっしゃ、はい、100m の長旅が終わりましたよと。これ痩せ5枚です。 20×45枚分、はい、終点 B。ああ、まあ GS なし、ちょっとくねってますけど、まあ GS なしでもまあまあ綺麗ですね。自分で言うのもなんですが、はい、はい、自画自賛しておきましょう。よいしょ、そうそうそう、旋回してもね、GS してると本当やっぱね、なんでこっち行くんだって私動画中でよく言ってたと思うんですが、あるんですよ。今はね、なぜか離れてますけれども、これがね、近づいていた時ね、本当外側ダブルが踏んでたんですよね。今ちょっと離れてるので、私のターンが悪かったかな。はい、今進捗は、はい、186あるということで、まあ、2兆弱、まあ、この田んぼが終わればもう2兆はオーバーしますね。あ、ほらね、マーカーの次こっちに来たでしょ。ほんとね、気分屋さんです。はい、終点支点を結んだね、直線ラインで制御してるんでしょうけれども、な
んでかな。はい、もう1畳分ぐらいね近づいてますね。まあ、ただそれでも踏む気配がないのですごく嬉しいです。後輪ダブルの頃はねもう踏んでましたね。まあ、ただ肥やしが効くでしょうね、ものすごくこの近づいてるところは。はい、でね、道沿いの田んぼあるあるね、はい、ゴミが悲しいですね。はい、アンポンタンが世の中からいなくなることを祈るしかない。まあいなくはならないでしょうから、何かとんでもない罰が当たってくれると嬉しいです。田んぼにねゴミを捨てる不届き者たちには。お、次はまっすぐ行った。ということは私の一発目が蛇行してたのかな。けど終点と支点で測るから少々くねくねなっても大体はね隣で行ってくれそうなもんですけれども、なんでだろうな、近づく、今東向きに植えてますけれども、なんなんでしょうね、やっぱ自転の速さと衛星の地球に対する好転、なんていうのかな、好転か、ね、衛星のこの好転周期が違うからかな、ね、衛星より地球の自転の方が速いのか衛星の方が自転より速いのか、時間帯によってね、これ地球としてこれ衛星としたらね、地球はどっちもありだ、こうか、うん、だからこう何なんでしょうね、悩ましい。それでね、電波の送信もしてるのかな、受信にドップラー効果的な何かそういったのが発生するのかな。絶対にね、絶対じゃないですかね、結構まっすぐ行ってくれるんですけど完璧にはいかないですよね。バッチリよ、まあ、バッチリ入りました、まっすぐね、バッチリ入ったけどどうなるかな。
ってる時ね、実演会はね朝というか午前中するって言ってたので、今一番精度的にはいいはずなんですけどね、どうだろう。いいね、まあまあまっすぐかな。はい、横送りは26回4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26。よしよしよし。あー、ちょっと結果部が、まあ私の白書きも問題もあるんでしょうけれども、なんだろう、一般的な白書きと比べるとちょっとね雑ですので自分で雑って言ったらちょっとなんか嫌ですけど、まあ仕上がりがね、この隙込めてない草たちもありますもんね。まあもうそれはね、除草剤にお任せと。さて、田んぼは本当ね、区画整理でこうなった田んぼとかだったらね、高低差も少ないんでしょうね、きっと。もう岩筆なのでね、手直しでここまで来たようですが、確かにね、冬場になると祖父がバケットをつけて田んぼに行ってたなという記憶がねありますね。なんかしてたなと、小学校の頃からそういう記憶がありますが、登下校の道でね、なんか バケットつけてバックしてるなっていうのはね、はい、見覚えがありましたので、あ、ちょっと膨らんだ。入ってきた角度が悪かったかな、ね、まあ、頭の向きがねちょっとこっち向いてれば、それはそこからこれと平行を取るでしょうから。ただちゃんとこう入ってるように見えるんですけどね、植え始めは。あー、ここトラクターの輪立ちかな、消せてなかったかな、苗が沈んでるならいいけど、これ以上この田んぼ水浅くすると地面が出ちゃう箇所がちらほら出るので難しいですね。やっぱり広い田んぼはその高低差をいかにもう諦めるか、そこも重要なのかなという印象です。はい、ということで苗が切れたので、お、ちょうど苗の軽トラ、今何往復だ、1往復、2往復、3往復で苗継ぎね、 OK、 分かりやすい。やっぱいいですね、蜜苗楽ということで苗継ぎしてまいります。はい、ということで完了しました。まあ、道沿いの田んぼだとこれができますね、苗があるトラックまで行って田植え機をそこにベタ付けしてポン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 苗を乗せると。で、私はもうすくい板を持ってるだけでどん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 入れるというような感じです。はい、今日は援軍でね、妹と妹の旦那が来てくれております。やっぱりね、若いから動きが早いですね、いい感じです。ただね、はい、目の前で撮影するのは恥ずかしいのでしておりません。あー、やっぱね、車両がね4つあるので、トラクターでしょ、トラックで田植え機、まあ田植え機とトラクターがセットで考えてもね、
乗り物が4つ、あ、セットで考えても乗り物3つ、まあ、今までね、やっぱこれを2人でやってたのでね、しかもソフトやってたのでちょっとやっぱ大変でしたね。移動がある時とかめんどくさかったですね。ピストンしてね、はい、まあ、ちょっとの移動ならね、田んぼ1枚ずれるとかそのぐらいなら全然いいんですけれども、この列は草を吸い込みきれてないな。頑張れジャスタ、名人が押してたジャスタです。はい、JA が押してたのはマクシーのやつでしたね。ジャスタの方が高かったです。はい、なので草が多い田んぼにはジャスタ使ってます。あとため池しか水が出ない田んぼはジャスタ使ってますね。水取りが容易なところであんまり草が生えてないところはマクシーで行こうかなと思っております。まあ、ただ裏をね見たら、成分表を見ると結構ね成分が異なっていたので、あ、まあちょっと違いが出てれば面白いかなと思って、そこはね今年注目したいなという思ってるところですね。はい、動きが軽い。やっぱりサポートの人たちが走れるっていうのは素晴らしいですね。はい、一番私が楽かもしれません。で、あ、そうだ、今日からねちょっと施肥量増やしております。58キロ、去年ね60キロまでは倒れないことを確認しておりますので、まあ条件にもよるでしょうけれども、結構ね水取りのいい土の越えた田んぼで60キロ試しましたが問題はありませんでした。はい、なのでちょっと58もね試してみようかなと、まあ、58でいってみようかなというところです。まあいつもね55キロでしてたので、まああんまり差がないといえば差はないんですけれども、なんかね、まあ、15-12-10 の小屋種ですね。15-12-10 の一発肥料、それを元にした話です。で、一旦当たりってことですね。はい、まあ、あんまり小屋種増やせばいいってもんではないですけれども、結構ねこの粗食、特に壺37株にしてからは豆腐に強いので、やっぱねぶっとくなりましたので、稲刈りも遅れますので、なんかな、あの下から生えてくる方、あれも結構取れるんですよね。まあ、それを思うとある程度小屋種は今度増やしていいのかなと思っております。これがね従来の総水槽のようなね70坪70坪80、まあ、それでこの小屋種の量だとねべったりいっちゃいますので、もう祖父母はね絶対3票入れるな、3体入れるなって言いますもんね。もう早期水筒でね、やっぱりその60キロというのはね、一つね、ちょっとやばいラインなんでしょうね。その早期水筒というか、その株までね、あ、そう思いましたね。去年ね、台風にも耐えたんで、はい、それで、まあ、いけるかなと。いけるかなと私個人勝手に思ってるところです。よーし、いやーいいわ、でも本当後輪内側ダブルいいわ。後輪内側ダブルとこの GS の組み合わせはもう最高ですね。田んぼね深くてマーカーもクソも見えないんですけれども、ま
今日曇ってるので偏光サングラスもしてませんが、だいたいねマーカーが見えないときには私のタブキ60なんで、この隣に植えてあるね、はい、上この1、2、3、4本をねこうひっくり返すような気持ちで1、2、3、4一番ね右側植えてあるところを中心にポッてひっくり返すような感じでね想像して、だいたい中心を想像してました。でそれ遠くの方をこうひっくり返して真ん中をだいたいね想定して、そこに向かって突き進むと、でたまに下の方を見ながらという感じでしたね。まあ、意外とね下の方を見ないですね。あんま下の方を見てるとあれですもんね、くねくねなっちゃうというか。いやでも雨が降りそうだな。降らないといいけどな。あ、ない。あら、二往復しかしてない。なぜ。はい、ということで枕に着きますので苗を補給してまいります。はい、ということで苗補給してまいりました。はい、はいまあ何も起きない、それが一番。何も起きるな。そうなんですよ、毎日撮影してますけどね、同じような動画が増えてるなと思うかもしれませんが、はい、これはねとても喜ばしいことでね、はい、つまらない、何も起きないな、つまらないと思うということはですね、そうです、順調ということですね。これが毎日ねドラマティックだったらそれはそれでねちょっと大変なのでね、まあドラマティックなことが起きればそれを優先して撮影しようかなと思うんですけれども、まあ怒らないでくれと。再生回数と、ね、順調な作業を天秤にかけたらやっぱり、ね、順調な作業がいいですね、はい、もちろん何か起きれば、ね、再生回数が、ね、上がるかもしれませんけれども、まあ、それはそれで、まあ、美味しいは美味しいですけど、うん、やっぱり、ね、順調な作業が一番いいですね、はい、なので、ね、もしね毎日同じようなことしてんなこいつって思われた方はね、ああ順調なんだなと思っていただけると嬉しいです。はい、あーでもちょっと深いな。あ、そういえばね、私そこちと腹度の量増やしたじゃないですか、増やしたじゃないですかって、ちょっとね知らない方はね、初期が映っている時期の動画見ていただきたいんですけれども、増やしたんですよ。今最初の田んぼ田植えを始めてからね、一昨日最初植えたので、まあ、今日3日目ですけれども、今のところねまだちょっと上痛みちょっと少なく感じてますね。ちょっと近くの、例えばそこの田んぼの方ですね、あの JA の苗なんですよね、そこの田んぼの方すごいね、昨日植えたのかな、まあ緑緑してますが、ちょっとねそれに近いのかなと、まあ、まだただ JA と比べると緑緑は少ないですね。あ、やっぱり JA の蛍光色のなんか色つけてんのかなというぐらいね色が落ちませんね、植え傷みが少ない。わかりますもんね、自家苗の方と、あ、農協の苗だって人ね。まあ、ちょっとあれをねベンチマークにやりたいな。というかもう私の苗も今の時点でもう JA の苗よりちょっと黄色もいかかってるので、肥やしかけてるのかな途中で。
がパキッて言うとここでね粉になって詰まってることがあります。まあ一回パキぐらいだったら大丈夫でしょう。確認方法としてはあれですね、あこれはもうブロワーより上かバラすしかないのか。ブロワーより下ならホースとか出口が詰まってる場合はですね、その詰まったところがどこか判断するのにね、一ついいのは植え付け棒を下ろしてあのブロワーが作動してるか、ちゃんと小屋市の出口からブロワーの数が全部ブクブクと6畳分出てるか、まあ、あの田植え機の畳数分ね、それ確認するのが一番分かりやすいかなと思います。あとでね1畳だけ出てなかったとかだったらね、なんか切ないですもんね見た目がね。はい、ということで、はい、ターンします。あ深いな深いな、もう苗が見えないよ。ないので明日から雨もありますのでちょっと水は落とそう。まあ、除草剤もう撒いてるのであんまり水位をね変えたくないですが、こればっかりは仕方がない。ちょっとだらっと、まあいつも通りですがだらっと長いのは
だらっと長い時間がかかりすぎそうなので、今日はねこの辺で動画を切り上げようと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。